アブとししあぶにまけたししくもにくわれたあぶのおはなしむしあついなつのひざかりのことでございますうとうととはんぶんおひるねのゆめをみかけているししのはなさきにいっぴきのあぶがやってきました アブはそこらをぶんぶんうるさくとびながらこんなことをいってししをからかいました「もしもしししさんきみはいつもおれはししだけもの仲間のなかまのおうさまだ」なんていばっているがぼくなんか 怖くもなんともおもわないよそれどころかうでずくでしょうぶをしたってきみなぞにまけようとはおもわないよきみがひとりでいくらえらそうなかおをしたってそれがなんだというのだいきみはすぐつめをたててひっかいたり 歯をむき出して噛みついたりまるでかん持ちの人がかんを起こすときのようだがつまりそれだけのことしか君にはできないのじゃないかそれとは違って僕はこの通りどこへでも飛んでいける羽はあるし鋭い丈夫な剣はあるし どのくらい偉いかしれやしなうそだと思うならためしにけんかしようかえおいこういいながらアブはブーンとひとこえあいずのラッパをたかくならしながらやのようにとんでいっていきなりししのはなのうえを ちぎれるほど強く刺しました。あ、痛い。獅子は思わずうなり声を立てました。そうして前足を上げて慌ててアブを叩きつける兵士に自分の爪でしたたか顔を引っ掻いて血を出すほどの大けがをしました。 その間に肝心のアブはすまして遠くにどいてうれしそうに飛び回りながら夢中でぶんぶん勝ちどきをあげていましたところがあまり調子に乗ってそこらを飛び回るはずみにおり悪くその近所にはり回してあった蛛の網に引っかかって アブは食われてししままいました。大きな獅子に勝ったアブもあまり得意になりすぎて油断をしたものですから小さなクモの餌食になりました。